平成31年1月31日21時の天気図。アリューシャン海域に952ヘクトパスカルまで発達した低気圧がある。出典、https://www.jma.go.jp/.bosai/.weathermap。ウェザーマップアリューシャン低気圧とは、北、太平洋のアリューシャン列島付近で、 長期に発生する低気圧のことである。2005年12月5日の天気図。画像右上の低気圧群がアリューシャン低気圧。夏が終わって、周雨前線が日本列島を南下するとともに、前線の北では高気圧が発達し始める。これがシベリア高気圧である。9月末から10月になると、シベリア高気圧は中国大陸にまで勢力を広げるが、 中国大陸はまだ気温が高いため、もともと寒冷なシベリア気団が変質して暖かい、ヨース高気団になる。ヨース高気団は、偏西風の影響で常に流されてしまい、移動性高気圧となって、日本に周期的に訪れ、数日ごとに晴れと雨を繰り返す秋の天候を作る。移動性高気圧の間には低気圧ができるが、この時期シベリア気団の影響が少ないため、 この低気圧の発達原因となる温度差はまだ小さい。秋が終わりに近づくと、シベリア気団が勢力を増して、移動性高気圧の間の低気圧が発達し始め、日本付近を発達しながら通過して、好転をもたらすようになる。一方、シベリア高気圧は、オホーツク海にまで勢力を広げ、遠隔相関によってその東側のアリューシャン列島付近は気圧が、 相対的に低くなる。本格的な冬に入ると、日本付近を通過した低気圧が気圧が低いアリューシャン列島方面に集中的に押し流されるようになる。すると、シベリア高気圧からの冷たい乾燥した空気と移動してくる低気圧が運ぶ太平洋高気圧からの暖かい湿った空気がちょうどアリューシャン列島付近でぶつかり合い。 低気圧が発達しやすい環境を作り出す。こうして、アリューシャン列島付近は常に低気圧が現れては、発達することで、恒常的に気圧が低い状態となり、それが冬の間ずっと続く。アリューシャン低気圧の勢力は、年々少しずつ変動を繰り返している。この変動は、黒潮などの海流や、偏西風などの大気の大循環に大きな影響を与え、 年々の天候の変化に関係している。また、アリューシャン低気圧とアイスランド付近の北、大西洋にできるアイスランド低気圧は、片方の気圧が低い時はもう一方の気圧が高いという関係が見られ、アリューシャン低気圧、アイスランド低気圧シーソーとして知られている。また、アリューシャン低気圧の勢力によっては、15メートル以上の強風域が、 直径で 4000km 以上に達するものもある。2021年1月1日3時にアリューシャン列島付近で924ヘクトパスカルまで発達した。北、太平洋の観測史上最も気圧の低い冬の低気圧発生。大陸では世界最高気圧。 ヤフーニュース2021年1月1日14時37分配信2021年1月1日の天気図気象庁ホームページ内ありがとうございます。